皆さんこんにちは、マジシャンでルービックキューブアーティストの、薄井と申します。まあ、サロンメンバーの方もそうでない方もよろしくお願いします。まあ、こちらにあるのはですね、これ実はルービックキューブを使って、ピクセルアートっていう形でですね、いろんな、人の、まあ、顔とかですね、作るということを最近はしています。コロナの影響で、まあ、イベントが組めないもんですから、この期間を利用してですね、前からちょっとやってみたかったこのピクセルアートっていうものをちょっとやりだしたら、まあ面白くって、今いろんなものをいろんな人を題材に作っていってるんですけれども、もう、写真があれば大抵の人は結構似せることができるような形になってきたもんですから、今後はですね、これをオーダーメイドで、いろんな人、作らさせていただきたいなと、そういうイベントも組んでいきたいなと思ってます。まあ、結婚式場だったり、プロポーズの時に、ちょっと勝負かける時とかにですね、このような形で、やらさせていただきたらいいなと思ってます。まあ、このコロナを利用して、逆にこういう新しい発見があったんですけれども、実は僕の、いとこもですね、この5月の9日に結婚をする予定でした。まあ、結婚式延期になっちゃって、まあ、検査料も結構かかっちゃって、ちょっと式がいい形であげれないっていうようなお知り合いの方がいましたら、結婚式とかで、この事業をですね、今後展開していこうと考えてるんですけれども、そういう方にですねプレゼントしたいと思ってます。私が、愛知県、まあ、名古屋の近くなんですけれどもにいるもんですから、あんまり遠いところはいけませんけれども、そういう形で、まあ、プレゼントできる方がいらっしゃったらですね、まあ、東海3県とか、まあ、それに近いぐらいのところだったら、いけますので、まあ、静岡ぐらいでもいけるかなというふうにも思っております。まあ、その辺は大相談してください。あと、まあ、動画だけで送るということも可能ですので、まあ、そういう形で遠方の方もちょっと手助けになるんだったらやろうかなというふうにも考えております。応募の方なんですけれども、特にですね、まあ、本人の方が直接来てほしいという形で、申し込んでいただくのもいいですし、友達の結婚式が伸びちゃって、あいつちょっと、まあ、実は元気ないんだよな、なんか元気づけてやりたいなっていう方がいたら、ギフトという形で、やるのもすごく素敵なことだと思いますので、まあ僕もギフトしますけれども、その友達の友達もギフトという形で、やるっていうのは、本当に、すごく素敵なことなので、そういう形も大歓迎です。ですので、まあ、このようなことをしているよっていうようなことをですね、皆さん、できれば SNS で拡散していただいて、まあ、僕がそのピクセルアートっていうものがどれくらいのクオリティで作ってるかっていうのはですね、まあ、YouTube の方の、まあ、チャンネルの方に、毎日1本以上上げていっていますので、それを見ていただければですね、大体どれくらいのものかっていうのが分かっていただけるので、まあ、そういうのも参考にしていただきたいなと思います。また、まあ、Twitter とかですね、 Facebook も情報を、どんどん上げていっていますので、そちらの方もですね、フォローとかですね、まあ、リツイートとかしていただけると、非常に嬉しいかなというふうに思います。それからですね、最後に、西野さんのサロンなんですけれども、実はね、僕最初試しに1ヶ月だけ入って、まあ、1ヶ月分のですね、まあ、ちょっと記事を、まあ、どんなもんか見て、まあ、過去のやつも一気に Facebook のサロンだから見れるんですよ。なので1ヶ月ぐらいでざーっと、遡って、まあ、それぐらいで大会しようかなっていうのもちょっと最初考えながら入ったんですけれども、まあ、毎日の内容がですねめちゃくちゃ濃いので、なんだかんだ言ってですね、もう今やめる気はさらさらなくてですね、はっきり言ってこれ月額1000円はめちゃくちゃ安いです。で、僕のマインドもだいぶ、変わってきてですね、結局これはもう2年ぐらい入ったことになりますね。毎日毎日気づきの連続です。まあ、私自身ですね、まあ、新しい事業プランがまあひらめいたりだとか、まあ、常にこう
ポジティブにいろんなことを考えれるようになったりだとか、もちろん西野さんだけじゃないんですけれども、いろんな人から影響を受けて、まあ、こういう新しい事業を思いついたりだとか、まあ、これをギフトしたくなったりだとかっていうこともすごく影響を受けてます。なのでですね、よければ皆さんもぜひ、サロンの方に入会してください。僕入った時はまだ3万人いなかったんですけどね、今はもう倍の5万5000とかなっています。今このコロナでですね、結構みんな困って、どうやらいいみたいだぞっていう形で、今すごい勢いで増え始めているようなので、まあ、多分10万人すぐ行っちゃうんじゃないかなっていうふうにも僕も予想してますけれども、まあ多分現実のものになるでしょうね。まあ、ぜひ、入ってください。一緒に面白いことをやりましょう。